今日はサンキューの日、いいね、語呂がいいですね。サンキューの日に、今日なんかでも超絶顔がむくんでる。どう？顔がむくんでる？むくみまくった。ほら、明日起きたら目があかんくて、普通分からん？もう、あ、分からんですか。よかった、そんなことない、分からんこともない。そうで、STU で史上最強にやばいなって思ったことは、なんかね、あんまり睡眠を取らんかったらむくむじゃないですか、顔って。なんかなんで、なんか何現象なんかね、なんか睡眠取らずにいたらむくむよね。おはようございます。顔って、そうなんよ、私はそういう性質なんよ。で、風を待つの MV の時に、前日になんかダンスの風を待つの MV はなんかこう、めっちゃね、ワンカットっていう、カメラを止めないで一曲まるまるつるっと撮るやつなんだけど、その MV の前日に夜まで、まあ、練習したんですよ、みんなで。結局なんか踊れないって、私できんなーと思って練習しとったら、まあその日も寝れなかったんですよ、そういうことで。そしたら朝顔がパンパンにむくんでて、わ、 MV 初めての MV 参加なのに、しかも初の表題曲なのにと思って顔パンパンにむくんだら、マネージャーさんじゃないわ、メイクさんが顔をほぐしてくれた。そう、顔マッサージしてくれた。MV の時は お弁当がなんか朝の、めっちゃ初めてのその MV だったけどめっちゃ覚えてるんですよ。なんかいろんなことが新鮮すぎて、あー、こんな感じなんだ、あ、前日はこんな感じなんだ、あ、
こんな感じなんだみたいな感じのことが多すぎて、ワクワクドキドキで、そう、でも初めてがなんか ST のメンバーとだったので、裏話あんまり話したいけど、なんか朝ごはんはなんかおにぎりみたいなのが用意されてたんだけど、私梅のおにぎりがあんまり好きじゃなくて、でもあのなんか俵結びみたいな感じで、なんか3つおにぎりが入っとって、唐揚げが入っとって、ウインナーが入っとってっていうの、まあ朝ごはんみたいな感じのパッケージ入れ物、なんかお昼ご飯の豪華さではないけど朝ごはん豪華みたいな感じ思って、そしてなんかわー、まあ、なんかメンバーがどれかが梅とカカオとカカオじゃない、カツオと梅とカツオと昆布って言っとって、わー絶対梅当たってほしくないなと思って食べたら梅だった。3分の1な確率で当たるっけーねと思いながら、しょうがない。そう、おかか、梅嫌い、いや梅嫌いな人はとことん嫌いじゃないですか。なんか癖が強いんですよ。癖が強いんじゃ、梅癖マジで強くて、なんかこうどこに行っても梅の強さが際立ちます。梅がなんかね、酸っぱいんかな、あれ酸っぱいのが苦手なんじゃないよね私。あのレモン食べれるんや、レモンはレモンのまま食べれる。うん、酸っぱいのが苦手じゃなくて、ちょっと独特なね、あの梅のなんかこう残るんですよね梅。いやいつか食べれるようになるかな。ナスビもこの梅と匹敵するぐらい苦手だったけど、今はなんかナスだけで食べれる。めっちゃ好きナス。ピーナーは嫌いだったけど食べれるようになったものとかありますか？私ピーマンもね、昔は嫌いだったんだけど、ある日を境にポッとね食べれるようになったんですよね。ナス、ピーマン、甘い梅干しもダメ、チーズ、ピーナッツ、かぼちゃ、ピーマン、トマト、ウニ、あ、ウニはなんか初めて食べたウニがあるダメだったらダメって言いますよね。ほうれん草の繊維質がすごすぎて苦手だった。大好きほうれん草。トマトはあの母さんがちっちゃい頃めっちゃ好きだったけど食べ過ぎて嫌いになったって言ってた。食べ過ぎて嫌いになるってあるよね。魚介類、貝とか、牡蠣とか、
会計会だけに、会計めっちゃ苦手だったんですよね私。普通になんかこうお店に入ってるアサリとかもね、なんか砂が入って、砂っていうかなんか時々あるじゃないですか。MK サンキューさん、誕生日おめでとうございます。レーズンも食べれるようになったんですよ私。もう本当にレーズン苦手で、なんかあのパンに入ってるレーズンあるじゃないですか、時々パンに入ってるレーズン、パンにレーズンが入ってるパン、レーズンパンあるじゃないですか。なんでレーズンパンってあるんじゃろうとか、なんでレーズン入れちゃったんじゃろうとか思うぐらい、あのあんまりレーズンパンが好きじゃなかったんですけど、食べれるようになって、もうなんて美味しい食べ物なんだって思うようになりましたね。あとは何かな、食べれるようになったものといえば、よく大人の味とかいうやつですよね、代表的に言う、これは大人の味でけーとか決まり文句よく言われとったわ私、つい最近だけど。くしゃみが出そうでずっとね、きのこ漬物か、ゴーヤ、ブラックコーヒーね、イカの塩辛好きだよ。イカの塩辛とかね、顔がむくみそうですよね。夜とかに食べたら、あの次の日顔がパンパンになりそう。でもなんかもしあの嫌いなものとか、なんか自分の親の嫌いなものとかすごい関係してくるって言いません？食卓の上がるって今季食卓にあんまり登場せんかだ。あ、300日雨、ありがとうございます、嬉しい。あ、300日雨っていうギフトもありがとう、そんなのがあるのね、ありがとう。すごい、300日続いたんじゃ。信じられん、ありがとう。
褒めてもらうって嬉しいですね。おはよう。嬉しいよ。まさか、まさか続くと思わんな。300日あったら何ができるんじゃろうね。300日開脚したら体柔らかくなるよね。300日あったらできること、子供が生まれる。おお、確かに子供が育つ。ありがとう、300日ギフト。ウインクできるなら確かに。なんかずっとウインクやってた。うわー、これタワーですか？300日タワー、ありがとう。人間の水分、1日2単語で600単語。確かに。ナットヤットさん、ありがとうございます。今日はサンキューの日、ぴったりですね。おはようございます。サンキュー。じゃん、ナットヤットさん、ありがとうございます。大学受験も頑張る。くしゃみが出た。花粉症なんかな。くしゃみめっちゃ出る。ありがとうございます。ありがとう。誰かが私の噂をしとる？花粉症なんかな。最近めっちゃ、ほんまにめっちゃたくさんクッション出るんよね。花粉症デビューおめでとう。え、ありがとう。いや、なんかね、言っとったよね。なんか多分去年の今頃ぐらいに花粉症になりたいみたいな。もう実際あの自分が、いや、みんなおすすめせんよみたいなこと言ったけど、まあそれは当たり前なんですけど。
はようございます。今日高校受験めっちゃ緊張する。そうですよね、昨日と今日、私昨日だけが休みだと思ったら今日も高校受験で、高校は休みです。違う、高校受験で、高校受験で在校生はお休みでございます。受験か、緊張するよね。お話し会申し込みたいけど緊張しています。お話し会は、そうですよね。お話し会申し込むまで緊張するよね。確かに。でも実際やってみたら一瞬すぎて、もっと話したかったってなるかも。かもね。話したいと思ったら、話しに来てください。4周年まであと4日、信じられません。早い。顔を話すネタなしで言ってます。楽しいよ。ありがとう。なんか加湿器がめっちゃなんか今で頑張ってるからね。なんかめっちゃ今曇ってないか。みんなは曇ってない。白い息見えた？眠そうに見える。今日も英語をしましょう。あります。昨日勉強しました。ステップ4。エネミーいきます。今日の英単語、expressions、 表現。 Don't use dirty expression。 He has a clear vision for his film。 彼の映画、彼のフィルム、彼のフィルム、フィルムってなんだろう。
彼は持っている明確なビジョン、クリアなビジョン。アイリコズ、え、なんだったっけ、なんて読むんだったっけこれ。リコニズム、なんだったっけ、昨日教えてもらったよねこれ。リコゾ、リコグナイズ、リコグナイズだ、それだ。I recognize her at first glance. Recognize. Recognize. I recognize her at first glance. 私は彼女に、私は気づきました。彼女を初めて見た。一瞬見たとチラッと見て Recognize I read a newspaper at article about the accident 私は読みましたニュースの記事をその事故についてのニュースの記事を読みました。We talked about he stole some small article from the store. Stole? Stole? むずいな。難しいな。彼は stole。しました。ストールってなんだろう。あ、盗んだ、盗みました、彼は盗みました。あ、リードはレッド、アイレッドか。彼は盗みました、いくつかの小さな品物を、店のお店の小さな品物を盗みました。ストール、ストール、覚えやすい。We talked about the issue of human rights. 人間の人権問題について私たちは話し合いました。I bought the latest issue of the magazine. 私は最新号のマガジンを買いました。スティールがストール？次。He painted the portrait か。Portrait of the king。彼は描きました。キングの王のポートレート。I somehow managed to solve the problem.その問題を解決しました。私は何とかして マネージメント何とかするか。あれ？マネージャーはどうにかしてくれる人。そうだ。She knew my secret somehow. ホームは盗むのがホームスティール。あ、ホームスティール。管理。次。She knew my secret somehow. 彼女は私の秘密を知っていた。somehow。なんとかして、どうにか。なんでか He speaks somewhat more slowly than other 彼女は
他の人より遅い喋るのが、なぜか、あ、違う、やや多少難しいですね。次のページ。How did the army beat the enemy? どうやってアーミーをビートしたの？エネミーは軍、敵を倒した。どうやって軍は敵を倒した？When I was a teenager, の時、私は I love the Beatles, を愛していた。アーミーを覚えまして、昨日教えてもらって、Many local residents opposed the plan. そのプランに反対したたくさんの地域の住民はそのプランに反対した。次、これはみんなとね、やらんときにみんなの、あの寝る前に覚えた。みんながみんな、これはここまではショールームで昨日の夜みんなで覚えたんですけど、次は自習弁してみました。自習弁自主練してみました。早弁みたいに言っちゃった。Several hotels have been built around here in recent year. Several hotels は around here 最近ここ数年に建てられました。Have been built around here. The number of members was 60 up 50 from theプリボース、プリ、読めんこれ。プリボースイヤー。メンバーの数字は、会員の数字は60から15人増えた。前年。プリバイス、プリバイス。スペル、PREVIOUS プレバイス、プレバイアス、プレバイアス。プレビアス、プレイボーズ、あれ、いろんな。プレビエス、プレビュー、プレビエス、ザ・プレビエス・イヤー。次、コンスタントConstant noise pollution can damage your health. Constant noise pollution. 騒音、ずっと続いてる騒音はあなたにダメージを、あなたの健康にダメージを与える。Constant. Sheドローブアットはコンスタントスピード。彼女はドライブ、ずっと続くスピードでドライブした。
コンスタント、あ、絶え間のないって感じ。コンスタント、コンティニューズとかステアブル、スターブルとかも一緒の意味らしいよ。朝からめっちゃ頭が使いますねこれ。一定の次、 I was shocked by her at the sudden death。 アンはショックを受けました、彼の、あ、彼女の、違う、ハーアント、アントとアンコ、アントはおば、おばのサドンデイス、急なし。次、 I attended the annual meeting。 Angel、同じ意味だったり、同じ、他の同じ意味は yearly、 year long。 I attended the angel meeting。 サドンですって、サドンです、サドン、急なです。I cost me about 5% of my annual income. Income. So, 急なです。あ、サドンです。え、サドンですってなんか、そういう聞いたことあるのはなんで？なんかサドンデスで決めようみたいな、サッカー、え、それな、サドンデスって今まで知らんかったけど、急なしで決めようみたいな感じで言ってたの、面白い。いや、そのこの日本語訳でなんかそんな意味だったのみたいな感じのなんかありますよね。私のそのそんな意味だったの常識覆されたよランキングに入ります。うん、サッカーの PK であるようにサドンです、次、People in the island, island raid, island raid, LEAD. People in the island raid are primitive.プライミティビーライフ。難しい。おはよう。リード、レイド。アイランドレイド。人は、インザ、島に、プライマって。プライム、最初、と同じ語源、プライミティブ、プライムティビ、プライムティブ、レイド、アイランドレイド、アイラン、グッドラック。あ、いつもモバメとかの返信ありがとうございます、見てます。昨日とかなんか
ちゃ短文短文になっちゃった、まあ、中文短文短文とかなんかバランス悪いメールになっちゃったけど、ちゃんとメール送れるように頑張ります。待っててくださいね。本当にいつもハッシュタグココア通信でツイートしてくれたとりありがとうございます。見てますよ。英語で返信してくれたり、いろんな返信が。今日も一日頑張りましょう。それでは放送終了します。放送終了まで3、2、1、バイバイ。ありがとうございました。